アルコールが150パウンド、スクロータカーリー170パウンド、デビューマサーニー、赤コールが136パウンド、キューピー鈴木、180パウンド、ダイナマイト関西、メインの試合になります。ロードトゥー太田スペシャルタッグマッチ60分一本勝負。太田体育館ではタッグマッチが行われますが、それはタイトル戦になります。しかし今日はノンタイトル戦、そのタイトルマッチの試金石になります。大事な一戦です。両者がコーナーに分かれます。さあまず福岡と関西です。今ゴンが鳴りました。ニヤッと笑って出てきました。ダイナマイト関西、そして福岡。ロキック一発で相手のバランスを崩す力があります。ダイナマイト関西、福岡が突っかかっていきます。最初はデビルさんと組むと言ったら周りが結構こう驚いたというので自分としては意外だったと言っています。福岡このところこの2人が組みまして勝ちを収めています。デビルさんと組むと非常に強いタッグができると言います。福岡、さあ関西が捕まりました。一番最初のですね、ロープ効きますね。福岡にすごい効きましたね。ああそうですか、ロープに飛ばされてですね、膝が思わずガクッと折れたんですよ。効いてる証拠ですね、はい、さあ今度は2人でスクラムを組んで突進していきます。さあ側転からのエルボー、今度はデビル独特のラリアットです。そして早くも合体攻撃を見せます。まず落としておいて、そして福岡が飛んだセットバット。ヒーチャンズのためにも絶対にベルトを取りたいと言います。福岡、まあ、デビルの方も年長者だけあって自分と組むことによってヒーチャンズの中で不協和音だけは出してほしくなかったと言っています。まあ、それも八木ひろみそしてキャンディーあたりがこう納得することによってこのタッグチームが生まれたわけです。そうですね、やはり、ね、福岡もですね、そういうふうにすることによってですね、自分もって光らせるっていう部分もあるし自分の勉強にもなるわけですね。そうでしょうね、一戦で勉強になるってことが一番いいことですからね、デビル自身も自分がタッグのベルトに今ちょうど興味を持っていたそうで、これはいいチャンスとばかりこの福岡と組むことを開拓しました。ただその不協和音だけは先ほども言いましたように出してほしくなかった、それがクリアできたのでこのタッグが生まれたわけです。今はっきり言ってこのシングルのベルトは自分は取りたいと思うのも取ってきたと、今改めてまたそのタイトルが欲しいというのはタッグというのはそれだけ魅力があるベルトなんだと言っています。自分の力だけはないと、自分たちの力が2倍にも3倍にもなる、あるいはマイナスにもなることさえあるという難しいベルトです。あ、そうですね、デビルはやっぱり何ですかね、今までの経験をですね、やっぱり後輩たちにですね、いろんな面で伝授したいという部分はあるでしょうね。そうですよね、はい、特に見ててもね、セコンドで見せても分からない部分はあるんですよね。なるほどね、はい、実際に組んでみないと分からないものがありましょう。さあキューティーが飛び込んでまいりました。この辺はすかさず間に当たりますデビル。まあやはり福岡が言いますのはそのデビルさんは私と組むことによって強いチームができると言いますけれども、自分はデビルさんに引っ張られているつもりですとこう言っています。この福岡という選手はデビルは福岡は波はあるんだけれども最高の試合をした時のその爆発力というのは素晴らしいものがあると、それを私がうまく出せればとこうも言っています。確かにいい時の福岡というのはすごいですよね。そうですね、バックドロップ、バックアタメキューティー。それから忘れてはいけないのはそのキューティーと関西が組んだ時のこのキューティーの無類の強さというのもありますからね。そうですね、バックにこの後ろの大砲の関西がいる時は非常に自分の力を発揮しやすい、そういったシチュエーションになるんでしょう。相性はいいんでしょうねきっとね。あ、そうですよね、はい、よく見ておけよとキューティー。さあ独
速の関西の村本へのキック、よくこの関西の餌食に合います。サンドバックですね。本当にサンドバック状態です。ここは福岡デビルがすかさず福岡をカットに行きます。キュウジが飛び込んでいきました。首に引っ掛けるような感じでダイビングボディープレス、キュウジが引き上げます。マンジオクトパスホールドです。果たして効くか。キュウジ思ったこと思い切ったことしますけど、ありますね、通じませんね。通じてないですけど、通じません、はい、振り落とされそうな予感がします。その通りになりました。まあそういう予感を抱かせるだけ聞いてないということでしょう。逆にそういう相手ですね、果敢に攻めるってこともいいことですよ。なるほどね、はい、まあ、あのリズムが出てきますからね、このコンビネーションに ね、はい、お互いに。それも関西は十分承知でずっと見つめておりました。さあ今度は福岡の攻撃です。福岡はどうするか。おーと今のキックですね、ドンという思い、効果ないですよ。衝撃が走りました。ミサイルキック、そしてダブルアームでタイガードライバーです。カウントを入れます。ぐっと体重をかけました福岡ですが、カウントは強い。キャメルクラッチ、キューティーが捕まっています。関西はまだじっとこの背中を見ているだけ。あっと、キューティーが噛みつきました。あ、逆に噛みつかれています。今度は腕を取りました福岡。キューティーが囚われておりますが、このキューティーの視線の先に関西がおります。まだお互いの対象格の2人はこの攻防を見つめています。さあ、デビルがトップロープに上がります。デビルがねじられたキューティーの腕を取りました。さあこれでどうするんでしょうか。また逆の方向にねじり上げてホイップします。ぐっと視線で関西を押さえつけておきます。デビル、関西はまだ入ってきません。おーと、パワーボム、これを返されます。さあ関西、おーと、デビルが飛ぶか。いや飛ばない、飛ばない。デビルこらえます、デビルこらえます。さあ、あ、この言葉に怒りました。怒れデビル、怒れデビルという掛け声も飛んでいますが、今度は膝を使った、はい、引く、崩れ落ちる、そして顔面に行った。さあ関西のお得意のポーズが出ました。デビルが伸びています。動かなくなったデビル相手にスプラッシュマウンテン行きますか。さあ担ぎ上げました。おっと、これはまだまだ、バックを取ります。スリーパー投げ打って、あーと後ろを捉えた、同時でスリーパー。このタッグを組みまして白星を最近上げ続けています。はい、関西はですね、顎引いてますからね、入ってない、完全に入ってないですね、はい、福岡が抑え込んでいます。キューティー、したがって助けは期待できません。関西自分で逃げるしかありません。デビューの太い腕はまだ関西の首を完全には捉えてはいないようです。ベースロックのように上の方にずれてきました。かつてこの締めで長打ち草を落としたこともあります。デビル長い足が届きました。ダイナマイト関西、15分経過。デビルのこの表情、スーパーヒーローを彷彿とさせます。かかと落とし、さあデビルはどうするか。パワーボムか、関西にパワーボムだ。そのまま抑え込みます。これは無理です。さあしかし狙いはここだったようです。福岡を飛ばせます。さあ福岡行けというミサイル、頭にヒットしました。関西の一発の頭にもう一発、今度は前から太い太い顎にヒットしました。さあ今度は即投げ、
サイの動きが止まりました。ピタッと止まっています。関西の太い胴を福岡の両腕が捉えます。後ろを取って、おっと、今度は固めます。さあ、そしてムーンサルトが今日初のムーンサルト、不発、自爆してしまいました。いや、関西の足を受けてしまいました。キューティーが捕まえて関西の返しです。キューティーが、そしてニュートラックコーナーに縛りつけます。デビルは場外、デビルは場外。さあ、今度は福岡が助けを求めることができません。デビルは放送席の目の前です。そして今度はキューティーが、さあ、華麗に舞います。フットスタンプ一発、関西もやるのか。関西も続いていきそうです。さあ、関西もフットスタンプか。関西がフットスタンプ、場内がどよめきます。さあ、これでカウントは、ああ、まだブリッジをする力が残っています。しかしお腹を抑えています。かなり苦しそう、かなり苦しそう、泣き顔になっています。福岡、あえて現在はヒーチャンズを離れまして、デビルとのタッグを組みました。ヒーチャンズが分解したわけではありません。一時的です。さあ、ベルトを狙うためにデビルと組んだこの福岡。そのデビルが助けに入りました。ファンサイとキューティーが両方とも落ちてしまいました。福岡はどうするか。エプロンで、いや、エプロンからではありません。トップロープから行くのか。トップロープからプランチャーか、あるいはムーンサルトだ。場外にムーンサルト、2人いっぺん伸ばしました。オッケー、さあ、関西はどうする。あ、福岡自身も伸びています。同士打ちということになってしまったわけですね。同士打ちになってしまいました。しかし福岡トワラルの身、そして今度はキューティー、キューティーが舞い降りました。逃げられましたね、ああ、こちらも同士打ちです。こちらも同士打ちです。逃げられました。お互いに相手の技を十分に尽くしています。かわしにかわしていきます。福岡がキューティーを投げて、キューティーがだいぶダメージを負っています。そして福岡は関西を上に上げました。関西が疑っています。関西もすごいダメージを負っているようです。さあ、またムーンサルトプレス、いや、もう一度いきます。ムーンサルトアタックをもう一度見せます。2連発、さあ、片指か、おーと危ない。関西危機一発、ノンタイトル戦、ベルトが移動するわけではありませんが、これを負けることは次のタイトルマッチに大きく響いてきます。一方はまだ場外乱闘を繰り広げている。まだこの両者シングルマッチ、キューティーが戻ってきた。キューティーが後ろを捉えた。キューティーが後ろがチューと捉えています。デビルも入ってきた。入り乱れてデビルが一人で二人をノックアウト。さあ、その間にトップロープに上がったのは福岡です。福岡がライダーキックだ。割と至近距離だったと思いますが、ヒットはしました。もし逃げられたらどうなるかということを考えますとね、ゾッとしますよね。たまに外れることもありますが、今のはバッチリ当たりました。さあ、今度はどうする。デビルが大きな声を上げまして、狙いは関西です。狙いは関西。デビルがパワーボムだ。関西にもう一発、先ほど一発見舞った。これが合計2発目。そして福岡を飛ばします。ムーンスタルトフットタップは空振り。一回スルーしました。後ろにキューティーが待っておりました。この辺も関西とキューティーいいコンビネーションを見せます。お互いに助け合います。さあ、みんなが倒れる中、関西だけ元気。関西が今度はデビルを相手に勝ち上げた。この体勢から助けに入りました福岡。助けに入る福岡もちょっと苦しそうだ。デビルは中継ぎの格好になりましたが、さあ、そのデビルを捉えようとキューティーが助っ人に入って、
いや関西、関西を待っていたわけです。関西がダイハード関西を仕掛けるチャンス、差し見ることができますが、ダイハードか、いや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 分かりません。いや福岡に捕まってしまいました。そしてデビルがまだトップロープにいます。キューティーを引っ張り上げたのか、あるいはキューティーが向かっていったのか、どちらが主導権を握るか、デビルのようです。デビルが、いやまたキューティーが切り返した。キューティーはこれがお得意、カウントは最後までいきませんでした。今場内には3人の姿が見られます。福岡が放送席の目の前で倒れております。さあキューティーが前降りるか、いやデビルが気を取り直しました。デビルが囚われています。関西のおでこへのキック、デビルが落ちた。そしてキューティーが飛ぶんでしょう。キューティーもダメージを受けています。さあ関西がポジションを、お合体技です。合体したいスプラッシュの展開、いや合体技、単なる合体技、このままカウントを取ろうというと取れません、取れません。今日は両チームが合体技を多く見せております。ドラゴンを奪いました。ドラゴンスープレックスホールド、キューティーが青やデビルから取れるかというシーンでした。さあもう一度キューティーがドラゴンスープレックスホールド、おーっと一発合体技として使います。そしてこれでさあ金星が取れるか、取れません。守護神デビルからボールを取ることができません。あと一歩、今グッと唇を噛みましたキューティー鈴木。さあとどめやはり円錐2位でしょうか。デビルがやってくる、デビルがやってくる、キューティーが回る、円錐2位だ。速投ぶりヒットしました。カウントは今度はスリークか、福岡懸命にカット。関西がまず福岡を乗しておいて、そしてキューティーです。もう一度ドラゴンスープレックスホールドを決まった。キューティーがデビルを抑えました。キューティーがデビルを抑えました。